この番組は茨城各地で行われているイベントの模様や情報などを皆さんにお伝えする番組です。今回は笠間市で5月5日まで行われている第20回火祭りの初日の模様を北村美穂とナックルがレポートいたします。では現場を呼んでみましょう。北村さん、ナックル、こんにちは。こんにちは。今回は第20回火祭りの会場に来ています。はい、ご覧ください。はい、こちら屋台の数すごいいっぱい出てるんですけれども、そうなんですよね。なんと今日は160店舗以上出てるみたいなんですよ。おー、すごい。この160店舗以上の中からいい焼き物を探しに行きましょう。行きましょう。ということで私たちが案内します。はい、それでは行ってきます。火祭りの実行委員長の辻井さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくどうぞお願いします。今回の火祭りというのは第20回を迎えたということで、はい、そうすごい大にぎわいなんですが、はい、第1回って初日とか初回の時はどうだったんでしょうか。第1回目ね、はい、第1回目はね、お祭りを焼き物屋さん連中でなんとか祭りを作ろうっていうんで、はい、30人ぐらいがね集まって、はい、それでその頃は芸術村の方だったんですが、はい、手作りの祭りが始まったんですよ。それでお客さんなんかパラパラでしたね。1回目2回目は屋台とかも出てましたね。ええ、そうですね。みんなこの火祭りはね、はい、ああいう飲食を出してくれてる人たちも、はい、みんな焼き物関係者なんですよ。そうなんですか。ええ、だからよそにあるようなね、ただの焼きそばとかうどんとかそういうんじゃなくて、いろんなねユニークな美味しい人気のあるね食べ物を出しているところもありますから。そうですね、そのお店の色が出てる。そうです。お客さんっていうのはやっぱり関東圏内の方が多いんでしょうか。ね、もう今はもう一番多いのは関東近辺ですけども、はい、もう九州から、南が九州から、北は北海道から、お客さん来てます、ええ、日本全国からもうかなり来てますね、ええ、知られてるんですね。いや、おかげさんでね、嬉しいと言っていいのか後ろとお面というのがあって、はい、こちら誰が作られたものなんでしょうか。これはね、この火祭りで参加するにはですね、はい、この土面を一点作らなきゃいけないんですよ。お店とかの人、そうです、作家もそうですし、お店の人もそうですしね、これがまあ火祭りの参加条件ですね。それでこの土面を、はい、毎日オークションかけます。この土面を楽しみに来るお客さんもいます。なるほど、はい、毎日毎日見どころが満載なんですね、はい、そうですね、いろんなイベントも組まれてますし、はい、そこら辺がなんていうの、他のいわゆる陶器市というふうな、ね、流れと違って、なんとかこう祭りにしようという参加者のみんなの気持ちがありますから、そこら辺がやっぱりこう面白いところなんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、すごい大盛況なんで、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。なんだかわからない。かわいいです。かわいい。まさかさま、かさま、さかさま、まさかさま、かさま、さかさま、まさかさま、かさま、さかさま、まさかさま。今の素敵なユニークな歌は、オリジナルです。おー、素晴らしいです。すごいノリノリで。あ、13年前にね、東京から笠間に引っ越して、はい、なぜか歌が始まっちゃったのね、はい、だからオリジナル結構今あって、多いんですか、うん、ポップな歌もあります。バラード系は、恋の歌に弱くて、ね、僕にポスター、火祭りのポスターが依頼があって、あら、
あ、書かせてもらいました。ちなみにこれあ僕のデザインです。あら、それで考えてみれば、こう火祭り内の人がこういうのを書くというのは自給自足でいいかなと思う。だってその火祭りのハートをさ、よく分かってますからね。分かってるわけでしょ。それだけで大変あのあご好評いただいて、はい、あどうもありがとうゲス。はい、それでは、こちらのお店イーストウィンドの、須藤さんに話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。すごい、ね、食器だけでなくなんかすごいいろんなこういう絵みたいなのもありますよね。何でもやられるんですか。今作ってるのはこの豆花って絵みたいな絵になってるものと、はい、こちらもあの照明ですね。あ、うん、あの穴が開いてるところから光が漏れるようになっていて、絵をやろうと思ったきっかけっていうのはあるんですか。あのいや、桃園祭で、大昔の桃園祭で、はい、こういうの面白いかなと思って作ってみて20年前にただまたますごく人気あったんでそのまま作ってるんですけど、ブラキネット TV スペシャルの、はい、ビューティフルドリーマーで取り上げた、うん、カンターレオカリーナ平本さんのブースがあるというので行ってみたいと思います、はいはいはい、オカリーナ吹いてくれるかしら。行ってみましょう。交渉しましょう。ここでもお店を出してたということで、はい、来てみたんですが、はい、まずすごいびっくりしたんですけど、はい、オカリナって焼き物なんですね。そうですね、あの土から作って、はい、あの焼いて焼き上がりが同じなんで、工程は本当焼き物と同じです、はい、でもまた違ったお色ですよね。そうですね、これは黒糖という焼き方なくて、はい、黒く出すための焼き方をしてます。あ、これ大きさ違うんですけど、はい、大きさによって音とかも違うんですか。そうですね、これが一番小さいんですけども、はい、ちょっと、はい、聞いてもらってもいいですか。すごい小鳥のような、おいい表現ですね。大きくなればなるほど太くなってくる。お食事中にすいませんが、すいません、はい、今日はどちらから来られたんですか。あ、東京から来ました。東京から今日、今年でなんか第20回目っていう話なんですけれども、はい、何回ぐらいいらっしゃったことあるんですか。僕はまだ2回目です。2回目。はい、私たちはもうずっと来てます。どうですか今年は。毎年いいんじゃないですか、ね、どうもこんにちは。こんにちは。今日はどこからいらっしゃったんですか。東海村の方から。東海村、はい、茨城で、うん、はい、毎年いらっしゃってるんですか。はい、やっぱり焼き物がお好きなんですか。はい、あの知人があの釜を持ってまして、ここにいつも出店するので、いつもあの年に1回あの見に来る。みんなで家族で、はい、やっぱりいろんなお店出てるんで、はい、いろいろ巡ってみてください。はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで今日は第20回火祭りの方に遊びに来てみたんですけれども、はい、なんか最初焼き物だけかなって思ったら、そうですね、笠間なんで、うん、はい、なんかパレードとか、うん、あと今もビンゴゲームやってるし、はい、いろんな催し物があるんで、もう本当お祭りみたいで楽しかったね。そうですね、うん、火祭りの方は5月5日までやってますので、ぜひいらしてください。はい、それではスタジオにお返しします。とっても楽しそうですね。火祭りは5月5日まで笠間芸術の森公園で開催されています。毎日さまざまなイベントが催されますので、皆さんぜひお出かけになってください。イベントなどの詳しいスケジュールは笠間焼協同組合のホームページをご覧ください。次に5月5日の土曜日に行われる茨城県立図書館子ども読書フェスティバルのお知らせです。子ども読書フェスティバルは午前10時から午後3時まで各会場でたくさんの催し物が行われます。詳しくは茨城県立図書館ホームページをご覧ください。